人間にはさまざまな条件の下で己の可能性を解放する力がある。限界という名の壁を壊し突き進む者、それがパラアスリートだ。実験じゃない、うとうとしただけだ。当然です。現在3日と18時間37分14秒ラボにこもりっぱなしですから、健康状態は最悪と言えるでしょう。んなことは分かってる。でも俺はこいつを完成させなきゃならないんだよ。可能性の扉を開くためにな。次は全国大会か。ま、俺がいれば余裕でしょう。全国でも1位取ってやるから期待しておけよ。調子に乗りすぎ。未来のスーパースターが怪我したらどうすんだっつーの。はいはい、このくらいで怪我するようならスーパースターなんて無理無理。じゃあ優勝したからって余裕こいて朝練遅刻しないでよ。わーってるよ。また明日。おう。あいつ嬉しそうだったな。おばさん、愛ちゃん、すぐるは今お医者様が全力を尽くしてくれてるわ。何があったんですか。信号無視の車に帰ってくる途中で。そんな。大丈夫だ、あの子は強いから。先生、すぐるは命に別状はありません。ただひと晩中いてくれたんだな、すぐる。いや、正直ドジったよ、俺としたことがさ。ま、命があるだけラッキーつうか、やっぱそういうとこ俺持ってんだよな。あんな車ぐらいひょいっとジャンプしてかわせるイメージだったんだけどな。なんつっても県の選抜メンバーに選ばれちゃうくらい才能にあふれる男だし。ハンドもうできなくなっちゃったよ。ごめんな、全国連れて行くって約束してたのに。ごめんな。もういいから。もういい。すぐる、はい、これ今日の分ここに置いとくね。あ、悪いな。本当だよ、日本史の斉藤先生なんてさ、授業中全然喋んないでひたすら黒板に字書き続けるしさ、スグルの分までノート取ってるこっちの身にもなってほしいよ、まったく。なあ、別に毎日来なくたっていいんだぜ。帰ってすることないもん。お前ハンド部のマネージャーだろ、練習に付き添わなくていいのかよ。みんなには話してあるから。
そっか、なんか悪いな、愛にも部活のみんなにも迷惑かけちまって。そんなこと、俺の人生これからどうすっかな。運動しか取り柄がなかったってのに。すぐる、一つの可能性を失うということは別の可能性が生まれるということでもある。俺の名は成田蓮、君の可能性の扉を開けに来た男だ。は？私は先生のアシスタントのタマです。私がいないと先生の可能性の扉が閉じたままなものですから。余計なことは言わなくていいな。可能性がどうとか、何の話してるんですか？ああ、それはもちろんスグル君のことだ。俺？君のことは知っている。そのハンドボールの才能も選抜チームのメンバーに選ばれていたこともな。正直、君のスピードや跳躍力を生み出している足腰のバネを最初に見た時は驚かされた。これは断言してもいい、君は世界レベルの身体能力を秘めている。何なんですか、人のことこそこそ調べ回って気持ち悪いな。悪いけど俺もうハンドできないんで。あの、言っただろう、別の可能性が生まれると。は？これって義足？ああ、彼は 100m 走の高校生記録を持つ義足のランナーだ。セット。すげえ熱気。俺は君も彼に負けないぐらいの可能性を秘めていると思っている。俺にもまだ可能性が。ハンドボールができなくたって、走ることもできれば飛ぶことだってできるんだ。走ることも飛ぶことも。選ぶのはお前だ。スポーツはもう諦めるのか、それともその才能で世界をあっと言わせるか。俺はまだスポーツやりたいです。最近のパソコンはすごいの。イライラ出てくる。勝手に触らないでください。先生、この人たちに何とか言ってください。自分で何とかしろ。歩くのすらこんな難しいなんて。スグル君、そんなに慌てないで、まずは丁寧に重心を移動させるよ。痛っ。スグル、スグル君、急ぐ気持ちはわかるけど、まずは少しずつ歩く距離を伸ばすんだ。いや、でも世界が俺を待ってるんです。世界？まずは速攻で日本記録を抜いてやる。わかったわかった、立てるか。楽勝っす。結構歩けるようになったね。まだまだ、こんなんじゃ遅えって。病院の先生も言ってたけど、あんまり焦っても息切れしちゃうよ。忘れたのか、俺は未来のスーパースターだぜ。ここで息切れしてちゃ世界なんか鼻から無理だっつーの。そうだね。負けない。ちょっとやめなさいって。へえ、それが競技用の義足だ。生活用義足に比べて地面からの反力が大きいのが特徴の一つだ。へえ、おお、すげえ。ちょっと未来っぽくてかっこよくね。うんうん、すごくかっこいい。まずは地面を押す感覚を覚えるんだ。
動かします。オッケー。おお。どうだ。なんだこれ、ビョンビョン跳ねるぞ。よし、タマ、速度を上げろ。わかりました。おあ、走ってる。はい、俺走ってるぞ。見りゃわかるわよ。やはり感覚をつかむまでが早いな。これは天性のものだ。待ってろよ、世界。今日が俺の伝説の始まりだぜ。よし、その息だ。伝説とは終わった後に伝えられるものです。その気になってんだから余計なこと言うな。義足の 100m 走の日本記録はどんくらい？11秒50です。ランニングマシンとトラックは別物だ。怪我だけはするなよ。よし、絶対抜かす。グル、頑張って。位置について、よーい。よし、いける。俺はいける。信じろ。俺はいける。はい、タイムは？おい、タイムは？20秒35。20秒、そんなに遅いのかよ。まあ走りたてとしては並の記録だな。何が才能があるだ。こんなタイムしか出せなくて、どこに可能性秘めてるってんだよ。俺がお前に最初に会った日に言ったことを覚えているか。新たな可能性がどうとかってやつだろ。それがなんだよ。ハンドボールができなくたって、走ることもできれば飛ぶことだってできるんだ。走ることも飛ぶことも。ねえあれ、飛んでみたら。ジャンプの練習はハンドボールで死ぬほどしたじゃん。もういいよ、あん時とは違うんだ。なんでよ、さっきまで世界をあっと言わせるって言ってたじゃん。もう諦めちゃうの？わかったよ。飛べばいいんだろ。飛べば。よし、狙い通りだ。先生の狙いとは何ですか？そりゃお前、こにょ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 で、あれ、うん、おぉ、よし、うん、おい、ちょっと待て。とりあえず飛んだぞ。ほら飛べるじゃん。なんてやつだ、狙い通りにも程があるぞ。ん？あ、ん、すいません、用具勝手に使って。そうじゃない。ただいまの記録は1m75cm。 片足義足による走り高跳びの高校生記録よりも5センチ高いことになります。うーん、高校生記録より5センチ。高校生記録？はい。ってことは義足の高校生で一番ってことだよな。そうだ。俺が今飛んだのか？5センチも。すごいじゃん、高校生で一番だよ。俺また選手になれるんだ。よっしゃー。いやー、やっぱスターは違うな。全然練習してないのに高校1位だぜ。すごいよ。でも調子に乗りすぎない。まさかここまでとは。スグル、そこがお前の居場所だ。
落ち着け。いつも通りやればこんな高さ問題ないんだ。1メートル60センチ、もう2回失敗してるからこれが最後の跳躍。よし。いけそんな。またダメか。ツムル君、あれ以来記録更新できていません。そのようだな。何かヒントを与えてあげないのですか。走り高跳びってのはメンタルや自分の感覚に大きく左右される競技なんだ。ヒントを与えて簡単に跳べるようになりゃ苦労しない。くそ、なんでなんだ。ちょっとやけにならないで。なってねえよ。あれから筋トレだって毎日やってるし、走り高跳びの選手の映像だって死ぬほど見たんだぞ。それなのになんで初めて飛んだ時の記録すら超えられないんだよ。おかしいだろ。調子が悪い時だってあるよ。一回は飛べたんだからさ、また飛べるって。どうやって飛べたのか全然わかんねえ。しかし感覚やモチベーションに左右されるにしても、スグルの身体能力であればこの程度の高さ問題なく超えられるはずなんだが。おお、おいタマ、これの映像を送れ。はい。ここだ。義足がかなりしなっていますね。そういうことか。どういうことですか。義足が合わなくなっているんだ。それがスモル君の不調の原因であると。ああ、のんびりしている時間はないぞ。すぐに作業に取り掛かる。筋力をつければもっと高く飛べるはずだ。左足一本で両足に負けないくらいの筋力をつけてやる。すぐれ、走り高跳びの資料集めてきたよ。お、サンキュー。どれも見たことあるようなもんばっかだな。ねえこれ見て。パラの走り高跳びの元世界記録保持者は生活用の義足で飛んでるんだって。生活用の義足。確かに一番長い時間使ってる義足だから馴染んではいるよな。ダメだ。よくこれで2メートルなんて高さ飛べるな。重いし何がいいんだこれの。スグルには普通に競技用の方が飛びやすそう。当たり前だ。大丈夫ですか。いや、俺のことはいい。それよりこの映像を見るんだ。すげえ体してんな。欧米の選手は筋力が強く、垂直に飛び上がるジャンプを得意としている。それに対抗できるお前の武器となるのが助走スピードだ。助走スピード。そう、助走スピードを上げられれば踏切で上方向へのジャンプ力に変えることができる。だが走り高跳びのトレーニングを続けるうちに、いつの間にか義足が合わなくなり、お前の持ち味であるスピードを出せなくなっていたんだ。自分じゃあんま分かんないけど。そこで今日からはこの義足を使ってみるんだ。お前に使いこなせるかな。よっしゃ。なんだこれ、全然しならないぞ。いいからやってみろ。分かったよ。よし。
うわ、速え。走りやすいぞ。てか、このスピードって…この感覚、久しぶりだ。いける気がする。え？お、お、あー、あれ、違う違う違う。義足が硬すぎて、曲がれねえ。あ、どうだ。いや、どうだじゃねえよ。確かにスピードは出るけど、これじゃうまく曲がれねえよ。だが、そのスピードを生かすことができたら爆発的なジャンプ力を生むだろう。理屈はわかるけど、こいつで飛べるかな、俺。2ヶ月後ブレーカーズカップがある。この大会までにお前は1メートル90センチを確実に飛べるようになれ。1メートル90？俺はまだまぐれで飛んだ1メートル75だって超えてないってのに。スグル、お前が最初に飛んだあの高さ、あれはまぐれで飛べるような高さではない。お前の優れた身体能力があるからこそ飛べたんだ。今のお前は以前より筋力も知識もある。だがお前は左足に頼りすぎだ。その義足をまるで自分の足のように扱えるようになってみろ。そうすればお前の可能性の扉は開くはずだ。もっとお前自身とその義足を信じてやれ。お前はスターなんだろう。あよし、その息だ。限界を超えてお前の可能性の扉をこじ開けてみろ。久しぶりだったな、あのスピード感。次はあの景色を取り戻す。この足で。ねえ、本当に大丈夫？大丈夫だって。それに義足を信じるにはこれぐらいできなきゃダメなんだよ。よし、あ、やっぱ降りる方が怖いな。義足を信じて体重を預けるんだ。よし、いいよ。よし、はっしゃー、また成功。あ、もうまぐれじゃねえぞ。つってもまだ確率が低いんだよな。だね。あー、うまく飛べた時とダメだった時の違いがわかんねえ。こうビューンと走ってグッといってビョーンっていうのがなんかいい感じな気がすんだけどな。これって、あ、気づいたか。またいつの間に。エアマットの影に隠れて登場にふさわしい頃合いを見計らっていました。うるさいな。それより見てみろ、踏切の時の足跡がたくさんあるだろう。ああ、あるな。踏切がばらけてるということだ。直前の義足側の一歩が安定していないから位置がばらついているんだろう。なこと言ったって、あのスピードにジャンプのタイミング合わせるだけでもむずいんだぞ。どうすりゃいいんだよ。リズムだ。飛べた時の踏切のリズムを体に叩き込むんだ。それには義足がお前の体の一部になっていなければならない。まあ、スターのお前なら余裕だろう。たたたたーん。ちげえな。たたたたーん。だー、わかんねえ。踏切位置気にしたらタイミングずれるし、タイミング気にしたら踏切ずれるし。くそー。なんかハンドやってた時も同じ練習してたよね。あ、そうだっけ。ほら、スグルがまだハンド始めたばかりでジャンプシュートの踏切の歩数が全然合わなくて。そりゃー、はい、4歩歩いた。ーボール持って歩いていいのは3歩までだから。本当に歩いてたか。歩いてました、さっきから言ってんじゃん。
タタタターンだって。え、タタタターンじゃなかったっけ。タタタターン。わかったわかった。でもそれ俺にはしっくりこないんだけど。このリズムを体に叩き込まなきゃダメって先輩に言われたじゃん。もう一回。へー、先輩先輩って。俺をいやあ、あれ以来急にジャンプシュートが得意になったんだよね。あの時さ、何があったの？ねえ、すぐる聞いてる？え？あ、そんなこともあったな。そうだった。あん時なんで得意になったか、次の大会で優勝したら教えるよ。うん、大会頑張ってね。俺を見ろステップでもさすがに2メートルはきついか。てか見てるしな。ほんといろいろと面倒を見てもらっちまったな。義足を自分の足のように扱えるようになってみろ。そうすればお前の可能性の扉は開くはずだ。あ、今確かに感じた。頼むぜ、俺の相棒。世界よ、俺を見ろ。スグルが本当に世界大会に出ちゃうなんてね。だから言ったろ、俺はスターだって。はいはい。あ、そうだ、なんであの時ジャンプシュートできるようになったか教えてよ。しょうがねえな。今回はなかなか登場にふさわしい頃合いが訪れませんね。うるさい、ここは空気を読め。うん、空気とは読めるものではありません。もうさっさと帰るぞ。了解いたしました。待て待て、堂々と出ていくな。おい、たま！ブレイカーズパラ陸上編。主人公スグルのモデルとなったのは走り高跳び日本代表内定鈴木徹さん。義足で2メートルを飛ぶことができる世界でも数少ないジャンパーだ。どこまで飛べるかっていうチャレンジですよね。もうそこはその1センチをどう生むかっていうのがすごく楽しいというか。鈴木選手は硬い義足を使っている。スピードも上がるが筋力と高い技術が求められる。横に来て縦にするってことは一番難しいんですよね。うまく自分の体を持ち上げられるかってことが勝負ですからね。うまく飛べた喜びは何者にも変えがたい。いいジャンプは綺麗ですからね。
だその感覚はやっぱすごくワクワクしますし、だから多分高跳びはこんな長くやってるんだろうなと思いますね。1センチでも高く、鈴木選手が宙を舞う。